起きた。来たよ来たよ。はーい。ちなみにレベル3になった？なったよ。グライディングってできるようになった？グライディングあれでしょ？2段ジャンプみたいなってことでしょ？やったことない。グライディングをジャンプ中にバツでグライディングできるようになった。うん。って書いてたから2段ジャンプのことかなと思った。そういうことか。今22、18、23。じゃあ行きますよ。はい、いいですよ。はい、どうぞ。多分第2話。はい。地球。あ、2つ増えた。そう。ストーリーレベル2は今クリアしたでしょ。ストーリーレベル3、うん、ストーリーレベル4。じゃあストーリーレベル3。はい。コスモドロームアレイステーションに封じ込められた秘密のパワーに関する報告を調査しろ。了解です。はい。よくわかんないけど。内なる暗黒。うん。なんでこんなのつけたなんとなく。なんとなく。内なる暗黒。どうする？報告によれば、コスモドロームのフォールがスカイウォッチの警備をかなり強化しているようです。彼らのリーダーがいるのか、あるいは貴重な何かがあるのか、預言者がガーディアンに調査を命じています。預言者ってさっきのムービーで話してた人？変なマスクの人？うん、そうだね、きっと。ムービー見てないからわかんない。わかんないけどね。ごめんね。ごめんごめん。オーケー。スカイウォッチはステップのすぐ向こう側です。フォールに包囲されています。今です。調べに行きましょう。あ、来た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 。オッケー、そっちだ。こっち。トラックカルム1。あ、来てる。いたいたいた。いいや、これで。あ、ごめんごめんごめん。もうやってた、ごめん。いいよ、どうぞどうぞ。よし、公開イベントに今度は巻き込まれないようにしよう。ね。あんまり得られるものがなかった。ね、レベル上がるんだったらね。いいんだけど、全然やられっぱな。見た？何？見てない。おお、あ、バツ長押しだ。おお、面白い。あ、本当だ。じゃあこれでさっきの宝箱取れんじゃん。取れるじゃん。そうだね。そういうことか。そういうことなんだね。戻んなきゃしょうがないんだ。取り行く？え、あ、なんか地下があるよここ。そう。あ、本当だ。え、ここに地下があります。うわ、また透明人間。うわ、え、What? なんだ、こっち敵がいる。気をつけて、多分いる。あ、うわ、なん、うわ、もう黄色ゲージだ、いきなり黄色ゲージ。うわ、強っ。いきなりだす。よし、OK。 いって、うぃ、一撃、そこ行かない方が良かったやつだね、きっと。そうみたいね。ごめん。いやいやいや、外に出た。同じく。なんだよ。ちょっとやめとこう。やめとこう。違う。で、分かった。これあれだ。いろいろ行った後また戻ってきて倒すとか、そういう RPG 的なことがあるんだ。うん、なるほどね。FPS RPG みたいな感じなんだこれ。あ、宝箱。どこ？ここここ。え？いいよ、取っていいよ、取っていいよ。先取ったし。全部あんのかな。お、開けた。アイテム回収。どうぞ。した？スカウトメールっていうのと、あ、全員分取れた。あ、じゃあこれ、あ、全部、全員取れた？うん。あ、じゃあ近くにいると全員分あるんだ。これは何になったんだ今。防御力上がらないや。
先行って敵の攻撃を受けて。なんで私が受けるか助けるから。あ、それそうやって行くの違くね。だってあっちだよあっちだよ。落ちました。こっちで。あ、ここでーす。おお、すごいね。俺すごいね。二段ジャンプって気持ちいいね。回り道したくない。あ、オッケー。え、なにこれ。うわ、ため打ちの弾だこれ。なんかキャプテンっていうやつがいる。キャプテン、キャプテンっていうやつ強そうだわ。あれか、光ってるやつか。気をつけてください。やばいやばいやばい、やばいやつ。多分あのバリアをどうにかしなきゃいけない。これかバリア。バリア、あ、バリア、はじけたはじけたはじけた。よし、さっきのミッションでもらった武器ドーン。ナイス。あれ消えたよ。え、消えた。倒した。消えた。今倒した。あ、倒したじゃない、わかんない。進むかすげえ。このライトはフォールンが丁寧に置いてんのかな。どうなんだろう、ね、なんか分岐がありますね。ばらける。怖いね。あ、なんもねえわ。こっちなんもなしだよ、もうそっちだわ。こっちだったようだ。なんでもない。ほい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 。中です。中です。ここはかつて月のコロニーとつながるスカイウォッチのアレステーションでした一言中です。中です。中です。あ、またここか。わー、リスポーン制限きたよ。っていうことは強い敵がいるってことかな。ぽいね。ボス、ボス、ボス早くない？違うんじゃない？行き止まりです。ゲートはフォールンが封鎖しました。行き止まりです。開けてみます。開けてみます。ゴースト展開。はい、ゴースト展開しましょう。はいはい、ナイス。いた。その間に後ろからとか。よほど誰も中に入れたくなかったのか、あるいは出さないため。出さないため。うわ、いるんじゃねえか。はっ、なに、なに、あれは、これなに。あ、何？何もないよ、今のところ。ない？よしよし。この宝石は価値がありそうだけど。え、何この上の気持ち悪い。でしょう。うわ。前方に多数の反応を確認。前方に多数の反応だって。やだな。なんだこの藤壺みたいなの。うわ、ぬちゃぬちゃしてる。やば。気をつけてくださいよ。黒いのが、黒い煙が出てる。黒い煙が出てる。ここもリスポーン制限？なんか叫び声、スロールだって。何あれ、うわ、走ってくんのかよこいつら。交代交代交代。おー、ソーラ助ける、ソーラ助ける。バチーン。はい、蘇生ありがとう。なんだこの音楽。かっこいいけど。アコライト、アコ、あ、アコか、アコライト。アコじゃありません。アコライトみたいな。お、いいね、チャミ。今の今のかっこいいね。今のかっこよかった。落ちてる。お、なんか落ちてる。よし、行きますか。やべ、ちょっとこの BGM かっこいい。 BGM かっこいい。リザード、倒してください。何か浮いてる？トカゲがいる。うわ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 。走ってくんだよ。やめろ。走ってくんだよ。アコライトっちゅうのが強いね。強いね。もうこれ走って向かってきたらもう。あそこにいるな。あ、出て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 。全身全身。いる。これとやっつける。やっつけて。ウィザードがいます。何ウィザードって。この走ってくるやつがウィザードなの？頭の。いてててててて。ててててててて、ブルブルしてる。ごめん、それあの僕のです。あ、なるほど。ちなみに走ってくるやつ、エルニの攻撃がよく効くわ。あ、宙浮いてるやついた。
はいはいはい、あれか、行くぞ、うん、いよいしょ、うん、なにゲージ何本あんのあれ、ちょっとゲージ何本もあんぞあいつ、ゲージありすぎだよね、ゲージありすぎだね、あれを倒してくれっていうことを言ってるんだ、あーあらあら、よっ、あ、出ない、 L1 が、 L2 が出なかった、 L1? L2 だね、 L2 のバリーンっていう紫色のビーム、あーもうない、たまに補充されて出るっぽい、宙浮いてるやつどこだ、こっちに、あ、そっちか、危ない危ない、危ない、よっ、あ、接近戦きついぞ、よっ、ういっと、どこだ、バチーン、あ、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、まずいまずいまずい、いや無理やり接近戦に行こうとしたのが間違いだったバチーンってダメだ、じゃあさっきの報酬武器使う、おう、勝手前、多分それでバリアが剥がれるから、あとよろしく、よっ、剥がれた、あ、バリア剥がれた、ナイスナイスナイス、いなくなった、いる、どこだ、えおーおーおーおお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 あのウィザードは月から来ました。あ、ウィザードか、リザードって聞こえたんですか。暗黒は想像以上に近づいているようです。なんでトカゲがいんのかなと思って。ウィザードか。これでここは終わりと。あ、終わったんだ。あ、ミッション終了って書いてある、ね。小気味よくて今のはいいね。うん。イエーイ。イエーイ。出るよ。宝箱があるか。終わった。終わった。あ、お見事。いやキル数トップナイス、いやあ、キル数トップの人に武器もらえるんだ、そういうことだ、あ、ソーラも武器もらったし、あ、なんか緑色の宝石みたいなのが手に入ったね、これなんかすごい強そうだよ、スーパーヘイブン、へえ、じゃあ続行します、はいはい、お、消し去る、あ、ノバボム、これね、同乗士 L2R2 強そう、あ、月へ行けるようになった、お、月ちょっと難しそう、ストーリーレベル6だって、そうなんだ、ストーリーレベル4に行こう、さあじゃあ4に行きますか、ストーリーレベル4、ハウスオブデビルズのコスモドローム支配を打ち砕き、黄金時代への重要な手がかりを確保しろ、ちょっと半分何言ってか分かんなかった、うん、まあそういうことで、まあ、それまあそういうことで、今のところ面白かったな、すぐ終わって、そうだねそうだね、ヒューン、地球に乗ります。ヴァンガードの報告によれば、フォールンはコスモドローム中の機械をズタズタにしています。この場所をただ漁っているだけではないようです。何を探しているにせよ、先に見つけましょう。オッケー。効果開始。お、スーパー。忘れられない地球の近くで大規模なフォールンの動きを見つけたのですが、だいぶ離れています。うーん、待ってください、これだ、ガーディアンがビークルグリッドを張っています、スーパースキル、シンクロすれば船から地上車両を転送可能です、行きましょう、なんか敵がちょろちょろ走ってる、ちょろしてるね、多分これで一回さシティ変えればさレベル2つ上がってるから武器いろいろ変えるよね、そうだね、あ、そうだね、それもいいかもね、どこ行くのみんな、よし、着けた、あ、こっちか、こっなんか敵のいる方へ行かなきゃいけないようなさ、感覚に落ちてるね、そんな野蛮なもうなんか COD になってる、ダメダメダメ、ね、マップを見ましょう、これさっき降りたもんね、ここ降りた、うん、降りた、その先へ行くのかな、
ん、でもビークルを見つけろみたいなのもあったけどね。ビークルどこにあるんだろう。ビークルを見つければなんか転送できるとか言ってた。行けなかった。行けなかった。敵の敵撃ってたから。ここに白いダイヤがあるよ。ダイヤ？でもあちゃみさんが戦ってるからね。スパローリンクがありました。スパローリンクがありました。多分ここでビークルが出てくるんじゃないでしょうか。おお。もうこそ展開させちゃうからね。はい。行け。スーパーポジション状態をエンコード中。みんなにもこの声聞こえてんの？スーパーポジション。リンク完了。うん、あ、なんか靴もらった。あとはスパローを使えば。スパロー S10。あっという間に忘れられし海岸につきます。ほら。何？スパローを使ってくださいって。はい。新たな馬、ほら、さて。あ、トロフィー出た。どうやってスパローを使うんだ？その通り走り抜け。ビークロー召喚。セレクトをして近く長押し。おお、スターウォーズのスカウトトルーパーみたい、これ。R1 がブレーキ。おお、L1 すげえ。やばくね？やばい、これスターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ。おもしろい。何すんの？どうしたのそれ。セレクトをして四角長押し。どうやって攻撃すんの？攻撃手段ないみたい。あ、そうなん？わかんない。セレクトをして、ソロさん、四角長押し。で、四角を長押し。こっちにスピンメタルリーフあったよ。どこ？これ。どうやって降りんだ？四角で降りるんだ。ダメージ超食らったけど。なんで？敵がいる。敵がいるか。突破しちゃうか。倒した方がいいんじゃないかい？倒す？私は倒したい。いいよ。おしゃ、おう、ちょっとあのノバボムっていうのを使っといて練習しとかなきゃな。よっ、スーパーチャージ、なんかドーン。やっぱわやわやわや、これ。マジか、出てた。そっちか、そら合流する。チャミンも多分マップ上見ればいけく来れると思う。うん、さっきも出てきたときみんなともうすでに合流してたから。あ、オッケー、大丈夫だとは思うけど。あ、ここか。あ、そら来た。海岸に接近中。ホールンは何らかの信号増幅器を使用しています。なんかまたイベントに遭遇しちゃった。ほんとだ、逃げる。レベル高いな、みんな20とかだもんね。でも目、あ、もう参加しちゃったからあれなんだ。地図がもう役に立たないわ。あれ、いないよ。え、嘘。あ、でもチャミンいる。いた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 。谷をずっと行けば。強えんだって。あ、でも戦えそう。今いっぱい食らったけど死ななかった、すぐ。うん。うん。シーター降りて。行ってみますか。あ、でも変ないな、なかなか。いない。あー、いた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 、レベル4だからなんとかなりそうな敵。うん、今敵がねいっぱい出てきてびっくりした。うん、あれー、どうも。あ、上か。増幅器、ゴースト展開。これでいいのかな。少々お待ちを。あ、じゃあもう一個のやつや。おお、敵が生きてる。降りる。うわ、ナイスパンチ、ありがとう。よいしょ。うわ、ナイス。これまたなんかあれだ、バリア張ってる。バリア張ってる敵はこれ。あ、いない、いた。よいしょ。あ、ナイスナイスナイス。もうみんな強っ。どこだどこだ。あーた、あそこだ。あ、またバリアの敵。うん、ノバボム。うわ、当たんなかった。よしな、ナイスナイスナイス。
コスト展開してください。コスト展開。展開。はい。いた。しました。そしたら左のゲージが2分の1になるのか。同じ信号だ。宝箱ないかな。どちらもスカイウォッチ内とリンクしています。ない、ね、調べてみましょう。なんで踊ってんの。これノリノリだぞ。イエーイ、イエーイ。怒られないかな、ゴーストに。早く行けて。真面目にやってください。なんだこれ。それご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。